はい、なんとまさか、大会の4回戦目までね進むことができました。マジでもうほとんどのプレイヤー脱落してるんですけど、なんか生き残ってるね。はい、で、まあ、今回も人造、まあ、ずっと同じパーティー使わないといけないんでね、人造でやってます。一応復習しとくと、1回戦目が俺が勝ってネナロが負けて、で俺がそのネナロを任した相手を倒してくれたんで進めて、で2回戦目はお互い勝ってストレートで抜けて、で3回戦目は俺が負けて、でネナロが俺を任した相手とその相方をねぶっ倒してくれたっていうね、なんか今のところ助け合ってる感じで、戦いがね繋がってます。はい、よろしくお願いします。で相手はスーパーサイヤ人ですね。はい、まあここまで残ってる人はまあもう全員めちゃめちゃ上手い人しかいないんで、特にスーパーサイヤ人ね、あの火力やばいんで、赤5時止まんないんでね、青いないんで、はい、頑張りましょう。まあ、選出多分青赤緑なのかな、紫来んのかな、人によっては出してくるけど、はい、いやーマジで勝ちたい。ここまで来たらさすがに、ちょ正直もうちょっとやってもうすぐ終わると思ってたんだけど、まさかのねかなり勝ち進んでるっていう。あ、よろしくお願いします。あんたじゃあ、さあブロリーいるんで、あーこれちょっと遅くなるんで、まあ、しょうがないね。やばすぎ。回避見て一つ無理か、回避圧はしないと。まあちょっとだけこっちで受けて、途中から赤で受けましょう。いやー、あ、これラッキーですね。ビスト引いたっぽい。跳ねない。いや、うまいわ、やっぱここまで。お、これはラッキー。で、これ多分ね、射撃封印分かってるんで、ブロリーお祈りしてくれ。いや、来ないか。オッケー。今、赤ゴジとブロリーのめちゃくちゃ相性いいコンボされたかと思ったけど、普通に出してこなかったし、よかった。さっき中距離待機してきたから、やってくるかと思ったんだけど、さすがに出してこないんだ。トリマコンボつなげて、で16号でずっと攻撃受けれるんで、もう場にないけど居座ります。カバチェンで16号出せばいいだけなんで、こっち視点でと、まあ減っちゃうけど、これ出せなかった。次どうして16で受けて、しっかりと時間稼ぎたいね。でブロリーは、一気に距離詰めて眉裏打撃入るんで、こういうのね、特殊と必殺持ってるブロリーはマジでこれ入るんでおすすめ。さあライジング溜まった。いやこれね、赤ゴジのこと落とせないと思うんで、一応メインで4ダメ上げてライジング打ちます。あっ、そのまま引き出してくれるならいいや。ちょっとメインもったいない切り方使っちゃったかもだけど、これで赤ゴジで受けられて耐えられるのが一番しょうもないんで、よし、これでとりあえず数有利は取れた。ちょっと口かみかみなのは申し訳ない。とりあえずね、16号のカバチェンを安定して受け出せれば攻撃はほぼ通る、耐えれるんで、そんなに、とりあえず16号の待機稼ぎたいですね。少しは楽しい。様子にして、必殺かぶせたいけど、あー、やばい。うわっ、それうまいね。必殺構えてたのか、最速で。めっちゃそれうまいんだけど。セルの変身解けさせるために、最速回避取って、必殺構えてたのはやばい。めっちゃ難しいんだけどね、それ。さあさあさあ、どうしようかな。ラギキャン、オッケー。で、赤文字がね、どうしようかな。とりあえずそんな火力伸びないけど、もう16号を裏に置いとくのが大事なんで、居座ります。跳ねた。でも射撃変換しちゃったんだよな。見えてる。ここ、やぶねー。97ぐらいで引いてる。これ相手間に合わないんで、多分究極で落ちる。予約で打ちましょう。いや、落ちないかな、落ちると思うんだけどな。どうだろう、際どい。まあ、無理だったら、打撃上がりで殺しましょう。あ、オッケー、落とせるのでかい。もらうけど、オッケー、見えてる。かぶせて、弾回収して、あ、これ入ったんじゃない。よしよしよし、これライジング2周目で勝ちですね。よし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 。さあネナロ頼むよ、この相方に勝ってくれればマジで次なんかね、大蔵ペアと当たりそうなんですよね。大蔵さんもかなり勝ち上がってて、
いやー、ま、いや、大丈夫大丈夫、こっからはさすがに負けない。マジネンダロ頼んだぞ。この人の相方にネンダロ勝ってくれれば、マジで賞金もらえるかもしれない。オッケー。いやー、こっからマジ上手いからな、相手。大丈夫かな、ネンダロ。はい、ありがとうございました。よし、行くぞ。はい、ということでネナロが負け上がったんで、あのネナロを負かした、さっきの方の相方と俺が戦って勝った方が次に進める。マジでさー、何この何この、まあいいや。はい、頑張ります。負けるかー。もう俺もさっきね、負けて助けてもらったんで、あれですけど、何も言えないけど、気持ち的にマジで勝ってほしかった。お願いします。未来か。強そう。まあ、未来はこの3人安定なんだよね。これでいきます。前入れて体力上げてる感じの未来ですね。いやー、これね、黄色赤緑の選出されるのめっちゃ嫌いなんですよね。踏ん張り2枚マジで辛いんだよね、未来の。お願いします。よし、これ勝ったらマジでやばい。本当に。え、これ勝って次の、第5回戦も勝つことができれば賞金確定ですからね。やばいやばい。まあ、金は別にあれですけど、お金より、普通に。まあ、いいや。はい、頑張りましょう。とりあえずコンボ取れたんで、まあ、そんな火力伸ばせそうにないですけど、一つでいいかな。ってぐらい。こっち変えて、怖い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 。あー、即回避するんだそこ。場に回復させてもらったのありがとう。待って、押しちゃった。最悪。まあいいや。とりあえず俺も一つ当てたいね、このセルに。当てれれば顔は、あー、下げてくるか。あー、遅い回避取っちゃった。まずいかもしれない。通常ありがたいね。18。これ必殺飛んでくるね。まあもらいましょう、これ。うん。避けたら逆に圧迫されるんで、で、お祈り一つしたけど無理でしたね。あ、跳ねた。でかい。さあ、これでセルの、え、ってか未来ご飯いないのか。よし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 。これはでかい。まあ、色的にそんな通ってないもんね。出さない人もいるよね、結構。よし、とりあえず顔剥がした。ライジング誰でもいいんで一体落としたい、早く。弾来ないかな。ま、回収したい。ラギキャンで回収して。待って、間違えた！待って、間違えた！何してんの！何してんの？どんどん、ちょ、待って。待って、最悪、ごめん、ごめん、ごめん、マジでやばい。ラギキャンライジングとかしてた、今。何にもしてないのに、相手。え、待って、ごめん、本当にごめん。え？やばいんだけど。待って、本当に完全にミスった。今、意味がないもん、今の動きなんて。何してんの？いや、大丈夫、切り替えよう、切り替えよう。欲張ります。オッケー。2回退治したんで、泥足2段階になった。これコンボ繋がります。気力ある限り、泥足なくなる限り、なくなるまで。なんで、もうちょっと待って、本当に急いで2周目食べないと。ちょ、何やってんの本当、こういう時に。普段ミスとかしないんだけどね。弾1個も来なかったし。タックル見えてる。オッケー。ちょ、弾全然ないんだけど。跳ねてないかな、わかんない。あー、怖い。裏に16置いときたいんで、居座ります。まあ、これはもう正直タックル読みで行くしかない。うん。これはしょうがない。16で受けて。大丈夫大丈夫。相手も、え、弾なくない？え、なんか大蔵が動画で言ってたけどさ、なんかライジング読まれるか透かしたらさ、2周目めっちゃ速くなるみたいな。聞いたんだけど、嘘じゃん。嘘じゃねえか、大ちゃん。全く弾来ないんだけど。めっちゃ厚引いてんのに。どういうことか説明してくんね。最速でっかーい。いや、全然いけるいけるいける。ライジングなくても18号のパワーで、なんとかなる。で、これ2回退治したんで、泥足2段階と。さあ、頼む、ボール、マジ。え、ボール1個、やっと1個来たんだけど。ちょ、待って、全然弾ないわ。ちょ、落ちろ。なわけないよね、落ちないよね。ここ射撃打とう。だよね、単発多いからね。圧かけやすい。あ、ライジング耐えるんじゃないこれ。あー、だよね。あー、タックル読みで攻めてきましたね。危ない危ない。強い強い。これ欲張ります。アーツ引けないんで。オッケー。いや、俺本当にね、18号使いすぎて、アーツ引くタイミング完全に熟知してるんですよね。今のは、あ、終わった。ライジング来る。いやー、ちょ、オタク特有の早口で解説してたら、今のはね、1段階欲張らないとアーツ引けないっていう判断だったんでね。
18号使いすぎてね、完全にわかるんだよね。いやー、ところがこれマジでまずいよ。俺のアギトの巨人奪われたんだけど、鎧の巨人なんだけど、あとやばい、え、本当にやばい、本当にやばい、なんで、てか弾取られたんだけど、マジないんだけど弾。あー、詰めてくるんだ。危ない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 、怖い怖い、やめて。いや、これ早めにセル変身させたいね。だって火力出せないもん、こっち。2対2の時は、やっぱセル変身させて特殊使いたいんでね。あ、うまいわ、時間稼いでくるの。あ、うまいわ、めちゃくちゃ。やばいって。本当にうまいんだけど。これ確定じゃない?だよね、オッケー。さあ、これ16号落とされたら絶対ダメなんで、時間稼ぎまくります。ぶね。回避みたい。オッケー。さあ、しっかりと時間稼いで、オッケー。時間の稼ぎ方天才か?これずらして一つ打つか。うわー、即でよかった。まあまあまあ、結果論。これはしょうがない。弾の集まり良くなってきたね。時間もやばいぞ、これ。とりあえず16の待機ないんで、気力もないんで、時間稼ぎます。こう打つか。お、でかい、噛み合った。2周目全然あるよ。いや、これね、18号に赤でライジングで撃たれてるんで、よだめきついんだよね。だから絶対落とさないといけないんだよね。撃つわ。落ちろ。落ちないよね、多分これ。勝って、相手のロゼ、前入れてるから。オッケー!でっか。さあ、あとは、ライジング2周目とかないよね、さすがに。ちょ、とりあえずね、あ、ボール溜まった。即圧で回避使わせましょう。即圧。オッケー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 、あっぶねえ。危な、マジで危ないんだけど。ギリ。ギリギリです。はい。ネナロの仇討ちました。はい。最強です、僕。はい、ということで、4回戦勝ち上がったんで、5回戦ですね、次。で、大蔵さんと主催者のミラさんっていう方のペアなんですよね。ここで当たるのやばくない?しかもさ、なんか序盤に当たるとかじゃなくてさ、お互い勝ち上がってマッチングしてるから、マジやばくない?熱くない?で、まあ、本当はね、その戦いも今日やる予定だったんだけど、なんか地震の影響でちょっと大会が続行できなくなったらしくて、その大会も、その大蔵さんと、ミラさんペアの試合は延期になって、るそうです。来週ぐらいになるんじゃないかな、多分。なんで、まあ、勝てたら、そっから先の動画も上がるし、負けたらそこで終わりなんで、まあ、とりあえず、大蔵さんとの試合が、まあ、大会がまた始まったら再開されてから上がると思うんで、めちゃくちゃ楽しみですね。楽しみにしといてください。ということで、お疲れ様でした。